どうも皆様こんにちは。猫獅子の実況続きやっていきましょうか。さてこの画面を見て何か気づくことありませんか？前回と大きく変わる点、そう、名前にルビーが振ってあるんですね。ここに、はい、入れました。ルビーを振ってくれるボット、あ、モッドボットは違うな。先日ツイッターの DM の方で、まあまりにも私が漢字につまずきすぎたのを見かねてか、とある方が情報をくださいまして、このゲーム中の難しい漢字にルビーを振ってくれるっていうモッドがあるよって。でそのモッド即入れましたもうねいちいちめんどくさいのよこっちもあの注釈見るのも漢字調べんのも。なんでね、これでだいぶスムーズに実況が進むんじゃないかと思ってます。でこのねモッド、一応ルビの振り方3段階あって、今回はとりあえず名前も、まあここないけどね、他の難しい専門用語とかのルビを一緒に振ってくれるやつで、その1個下のレベルにすると名前のルビが消えるっていう、そういうシステムですね。なんで私がすごい適当な呼び方をしているこの子たちの本当の名前の呼び方がわかるんですまあ多分見てる人みんな知ってると思うけど私はね、覚えてないんですよ、好き勝手呼んでるから。ただまあ、名前に関してはちょっと、なんだろう、いらないなと思ったら消します。やっていきましょう。で前回はこのラグ、もうこれがなかったら私読めなかった、こいつの名前ラグという神かな、この土石流防止の網を服と主張して着ている、まあいわば変質者ですねこの変質ドラゴンが急に出てきて何やら自己紹介を始めたという、そういう感じです。なんで早速やっていきましょうか。でこのセリフは確か前回読んだから、この次からかな。もうラグどんな声でやってたっけ。そういえば山道の崖でよく見ますね、土石流防止のそんなの。だろ、以前土石流対策の一環でこいつが俺にかぶせられて以来、俺に対する信徒のイメージは今のこういう風になってしまったんだ。ああ、結構影響されやすいんだね。え、じゃあこれがもしかしてブルーシートだったら、お前ブルーシート着てんのそういう感じになるのかな。まあその網状の服を着てることは一旦置いとくとして、そもそもなんで竜なんですか。どんだけぶっ飛んだ想像したら周安魂か竜の姿になるんですか。早速恩恵をいただきました周安魂。もう多分これもね、なかったら読めなかった。それがな、俺の根っこの部分が竜のように見えたんだとさ。まあでもさ、こういう伝承は結構ありますよね。自然の異物が何かそういう生き物に見えたから、それをまあなんだろうね、なぞらえて、まあ神をその生き物としてかたどって受け継いでいくみたいなね、そういう文化はありますもんね。え、木の根が竜に？雷に照らされた時にひらめいたんだと。地面近くの部分が竜みたいだったな。はあ、俺も最初はよくわからなかったが、その後に俺の姿を絵に起こしてくれた画家がいたぞ。暴風の中で出てる一匹の竜をな。やっぱりそういう、なんだろうね、信者たちのイメージで、この子たちの姿が結構変わるっていうことか。しかもその威勢たるや。おっと、俺がこうやって自慢しちまうのは自画自賛ってことになっちまうか。画家の絵がうまいってことは褒めたかっただけなんだがな。ちょっとめんどくさい人だね。ま、その絵には服まで描かれてなかったわ。
けど服も着ずに姿を見せるなんてできないだろ？なっはっはっは。まあ、これは服を着てると言っていいんだろうか。まあ、この両サイドにいる方々も正直大概ではあるけど、これは一応着てると言っていいのかな。なんかもう布巻いてるだけみたいになってるよ。でも一応ズボンはちゃんと履くんだね。だからその網を着て現れたと？そういうことだ。なかなか理解が早いな、少年。大学生なんですけど。ところで、あなた本来の名前は？シューワンコンってそんな呼ばれ方でいいんですか？王様らしい名前が一つあるぞ。つっても俺は、もう西洋流の姿として書かれちまったからな。それに、東洋の総称付けで呼ぶとおかしなことになるだろう。そうなると逆に俺は恥ずかしくなっちまうぞ。あ、じゃあ、どういうこと？ラグさんとかっていう、さん付けとかはあんまり嬉しくないってことかな。もう呼び捨てでいいってこと？じゃあ、もうその辺のことは触れないことにする。だから俺が知りたいのは、なんでラグさんが今ここに姿を見せたのかって部分なんだけど。りょう、言葉遣いには気をつけろ。あ、そっかそっか。一応神様？ん？妖怪？神様か。一応この木の神様だから、そうだね、あんまりフランクに接すると消されかねないもんね。あ、そうでした。申し訳ありません。軽率でした。ですからその、なぜこちらに降臨なされたのですか？そんな堅苦しく話さなくていい。さっきのあれぐらいでいいさ。俺は信徒と距離を置いて話すのが好きじゃないんだ。まあな、でもさ、なんだろう、ある程度はね、一線を、なんだろう、引いた方がいいと思うよ。多分、あんまり慣れ慣れしくお互いしてると、だんだん舐められるから。ある程度。ある程度やっぱね、距離は考えた方がいいと思う。さっきのあれは単なる無礼だと思うけど。はっはは。確かに、神妙には基本敬いの心が必要だが、俺のように敬われるのが好きじゃない奴もいるんだ。だって敬語ばっかり使ってると話しづらくなって面倒だろ。土地神の発言とはとても思えないな。まあでもなんだろうね、でもなん結局さ、こういうちょっとフランクな方が接しやすいっていうのは実際あるよね。やっぱ神様だからこうね、へりくだって、ありがたいありがたいみたいな感じにするよりかは、多少距離が近い方がね、たとえ、なんだろう、悩み事とかそういうのも聞いてもらいやすいとは思うもんね。まあ普通の、なんだろう、人たちがこいつ見えるかどうかはまた別だけど。そうですか。じゃあ、ここには何の用事で現れたの？しかも、俺の弁当つまみ食いまでしてさ。お前らを見に来た。ほう。やっぱり何かの偵察なのか。俺らを見に？お前ら超有名だぞ。知らないのか？ほう。りょうが有名？それともな、りょうがなんか、神様3匹引き連れてるぞみたいなのが、それがちょっと噂になってる感じ？有名？なんで、思い当たる節がないんだけど。霊力持ちの人間が神と妖怪を3体も連れてあっちこっち歩き回ってたら有名になって当然だ。付近の妖怪たちの間には相当広まってるぞ。言われたことないのか？知らない。オイラも知らないよ。オイラはイエンシューチーの生活で忙しかったからね。妖怪の井戸端会議に混ざってる暇なんかなかったもん。ああ。意外とこそこそと、こそこそ陰でいろいろ言われてたのかな。何あの猫3匹、何怪しくない？みたいな。意外となんか悪口多い気がすんな。俺は、りょうがその類の話を聞きたくないと言うだろうと思ってたからな。ああ。そういえば忘れてたけど、お前の名前フーイエって言うんだね。
票と先輩に至ってはちょっと名前ちゃんと見てなかったけど、お前トラジーじゃなかったんだね。フーイエなんだ。ごめんねトラジー。え、じゃあトラジーはその話なんだこれ、噂ってたの噂ってたので合ってるこれこんな言葉の使い方するっけ。その話噂ってたの。多少耳に届いた程度だ。そんな妖怪たちの噂話なんぞ、いちいち本気で相手にしてられんからな。しかし話じゃ、ずいぶんとどえらい小僧だと聞いてたぞ。残体の神と妖怪を引き連れつつも、あえて一人を選ばずに、とっかいひっかいのハーレム状態を楽しんでるとか。それはちょっと言い方が良くないな。まあ確かに、見ようによってはそうだね。結局なんか三人の中で揺れ動いてて、なんとなくみんなとうまくやろうみたいな中途半端な状態を今、なんか進もうとしてるもんね。ちょっと待って、何それ、その噂飛躍しすぎ。っていうか、なんで妖怪がハーレムとかいう言葉知ってんの。ああ、妖怪だって時代とともに進歩してるのさ。娯楽ならゲームでも小説でも漫画でも、妖怪たちは結構見てるぞ。俺だって、シントがくれた携帯ゲーム機持ってるしな。マジか。意外とゲームボーイアドバンスとかやってんのかな。古いな。ゲーム機が古かったな。本当にそれで遊んでるの？ボタンを押せば動くんだからな。簡単なもんだ。もちろん、シントの前で遊ぶことはないが。ああ、だから焦点はそこじゃなくて。だから、俺の噂って何がどんなことになってんの？ハーレムっていう部分か？ほら、お前はこうしてそばに三体をはべらせてるし、一人を選ぶこともなく、そいつらは全員お前を楽しませようとしてる。これがハーレムじゃなかったら、さあなんだろうな。楽しませようとしてる。なんだろう、すごいギリギリ語弊が生まれそうな言い方したな。全然違うよ。彼らは俺の手助けを必要としてて。でも、その手助けはすごく難しいから、俺も返事がしづらくてこんなことになってんの。それに言うまでもないけど、三匹とも男なんだから、なんでこれでハーレムだって妖怪たちは思ったわけ？どれほどに漫画を読んでも、そんな最近の思考に染まれるはずじゃないよ。最近の思考ってそういう思考のことか。男たちでもやってるぞみたいな。やってるぞって言い方はアウトだな。ん？お前の目には男に見えてるのか？おっと？ん？これももしかしてさ、信徒たちのイメージでラグがこういうドラゴンの姿になってるのと同じように、結構量の好みで姿が変わるのかな。え、違うの。ふん、そういうことか。いや、違うとは言わんが。ならお前の目には俺も男に見えてるのか。おっと、まさかラグラグも性別不詳なタイプか。そうだよ、一人の竜人の青年に。なっ、俺は豪気な姉子に見えてると思ってたぞ。だがな少年、神に性別ってのはないんだ。人の目に映る神の姿ってのは、見る人間のイメージによって決定される。つまり、お前が男だと思えば、そいつは男になる。なるほどね。じゃあ、りょうくんは、むしろそっちの毛があるから、みんな男に見えちゃうってことか。じゃあこれ私の目から通したら全員メス馬に見えるってことか。言い換えるなら、お前の目に映ってるその姿は、完全にとは言えんが、でも割とお前の好みのタイプだろう。違うか。ああ、確かにね、ガチムチ獣人がどうこうみたいなこと言ってたもんね、筋肉質でガタイのいい猫獣人とかね。
そうか、やっぱこういうちょっとさ筋肉質な引き締まった体りょうくん好きなんだね。なるほど、なんかすげえりょうくんのいらない好みを好みの情報を知ってしまったな。それは確かに俺の目に映る彼らの姿は獣人だ。だけどそれは彼らがもともと動物の神霊だからだと思ってた。いや、彼らは本当に動物の神霊なのだからこれも間違ってないのでは。まあそうだよね、みんなさ結局なんか猫のそういう猫をかたどった霊とか神っていうことだもんね。運氷に至っては運氷そのものだもんね。それからもう一つ、仮に神霊の姿から生まれるものだったとしても、それが性別にまで影響するものなのか。でもそういう考え方は確かに聞いたことがあった。クワン人は権限するとき男性像にも女性像にもなったとか。クワン人、なんか日本のさ観音みたいな字に似てるね。一応見とこうか。クワン人、おサンス、なんでサンスクリット語の情報入れた。あ、観音仏。じゃあそれと近いような感じなんだ。はい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 。あ、なるほどね。じゃあ日本のイメージのその観音様に近いような、そういうことか。なるほど。でも少なくとも先輩は、りょうちゃん、おいらはきちんとりょうちゃんの好みを知った上で異縁囚人について近づいてるんだからね。つまり今の言い方でも間違ってはないよ。あれ、りょうくんもしかして実は囚人先輩のことそういう目で見てたのか。そういうことだ。そもそも好きな相手が同性だろうと異性だろうと、ショタ好きって感情は世界共通だから普通だろ。ショタ好き。ラグ結構攻めるね。攻めるし、お前結構知ってんな、そういう言葉。意外といかがわしい同人誌とか読んでんだろうな。全然そんなことない。まあとにかく部外者から見るとアーレム状態に見えてるってのはどっちみち変わらない事実だってことだ。あんま言いたくないが、さっきの弁当事件だってそいつらの気を引くためのものだって風に見られちまうぞ。全然そんなつもりなんてないのに、なんでそんな風に考えちゃうのかな。だいたい性別の問題がなかったとしても彼らは神なんだよ。いつの時代も神との恋愛話ってのは少なからず存在するぞ。ラグは意外とそういう話好きなんだね。そういうゴシップネタというか、誰ちゃんと誰ちゃんが付き合ってるみたいだよみたいな、そういう噂話絶対好きだろお前。なんか絶対どっか誤解してるって。ま、それも事実だよりょうちゃん。だっておいらたちすでに同居しちゃってるし。先輩、こんな時に冗談言わないでください。そういうくだらない噂はチラッと聞いていた。俺たち神は人間のような欲を持っていないからそんなことを考えたこともなかったが、確かに俺は寮が卒業したらそいつらを無視して帰省することを願っているが、それは俺が寮と付き合いたいという意思とは程遠いものだ。なんだろう、トラジーはさ恋愛対象というよりどっちかというとお父さんだもんね。フーイエの、フーイエ、そうだ、フーイエ、違う、フーイエじゃない、トラジーだ。この実況ではお前はトラジーだ。トラジーの意思は知っていたけど、今ここでそれを強調して言われたことでまた俺の心が大きく揺れ動き始める。あ、お前はユンバオ、ウンピョウじゃなくユンバオなんだ。お前も名前間違ってたね、ごめんね。ウンピョウ、ウンピョウは今の俺たちの話をよく理解していなさそうな表情をしていた。けどむしろそっちの方がありがたい。世の中には知らなかった方が幸せになれることも多いし。まあ冗談はこのくらいにしとくか。
そいつらが全くそんなことを考えていないってのは分かってるさ。ああ、少なくともそいつ以外はな。そのチビ、先輩か。やっぱ先輩はそういう毛があるんだね。チビなんて言うな。まあこの山猫以外はか。ただそういう噂が流れてるのは事実だ。だから俺はお前らに会ってみたいと思ってな。そこの少年、お前は本当に噂みたいな考えを持ってないのか。ああ、男が好きかどうかっていうことか。意外とセンシティブなところを突っ込むね。本当にないってば。そうか。けど俺自身の感覚でも、お前たちの関係は実にあやふやに感じるぞ。他のことはともかく、お前自身にとっても、誰か一人を選ぶ方がいいことじゃないか。なんかすげえまともなこと言われた。なんか神様にはそれぞれさ、商売繁盛とかさ、健康第一とかなんかそういうテーマというか、なんか祈りのね、その種類みたいなものがあるけど、お前は恋愛成就の神か？もしかして。いいこと？そんなことないでしょ。そっちは傍観者なんだから、どうとでも言えるんだろうけど、彼らが俺に何を望んでるかすら知らないんでしょ？お前に頼み事をしてるってのは聞いている。具体的には何だ？ジトンになるか、病行になるか、祭事になるか、中には数年がかりになるものもあるし、俺の一生を捧げることになるかもしれない。だから俺は、安易に同意したくはないんだよ。ほう。なら言い換えれば、お前の返答は、一生の約束になるってことだな。結婚式で新婦さんの前に誓う、あなたはこのものを一生愛しますかみたいな。誓いますかみたいな、そういう重みを感じるな。またなんでそんな話になるのさ。違わないだろ？お前は自分の人生を捧げて、ずっと手伝いをするって必要があると言ったから、似たようなもんじゃないか。ただ、選ぶのが難しいとはいえ、その三体をいつまでも連れたままじゃ、決断を下さずに逃げ続けてるってのは、そいつらに対して失礼なんじゃないか。なんだろう、前回のなんか、前回とか前々回くらいか、ランドルフさんといい。なんでこんなさ、竜人たちは、りょうくんの悩み解決に一役買ってくれようとしてんだ。そんなことは、ないと思うけど。急に BGM が切れるな。ずっと逃げ続けてはいられない。いつかは決断しないといけないことなんだろう。これをお前の人生における一つの転機として。お前好みの神とずっと一緒に過ごせるってこととして考えた上で、誰か一人を選び、落ち着いた生活を送ったらどうだ。結婚相談所か、ここは。何？なんか女遊びにふけってる人に諭すみたいな言い方するね。もういつまでもフラフラ遊び歩ってないで、そろそろ一人に決めたらみたいな。初体持ったらみたいな、そういう話だな、これ。だからそれが本当に難しいんだよ。俺には俺の人生のプランがもう。まあそうだよね。結局ダンサーとして食っていくっていうその夢があるからさ。そこはやっぱり譲るわけにはいかないもんね。そもそも人生プランなんてものは一緒にいる奴の影響を強く受ける。それは普通の人間でも同じことだろう。でもそれは簡単に決めていいって理由にはならないでしょ？というか、俺が誰を選ぼうと選ぶまいと、それは俺自身のことでしかないんだよ。なのになんでそう外野からごちゃごちゃ言ってくるのさ。反抗期の子供みたいになってるな。なんか、りょうくんが、なんだろう？すごい神に盾ついてるな。はっはっは。
お前がすごく困ってるように見えたから助け舟を出してやろうと思ったんだがな。言ってしまえばお前、神を拒絶しかけてるぞ。俺神として心配するのも自然だろ。俺神としてすごいな、こんな一人称あるんだ。自分のことは自分で決める。他人の噂話だから好き勝手言わないでよ。他人の噂話だからこそ好き勝手な意見が言えるもんだろう。まあでもさ、こういうなんだろう、事情を知らないからこう外野からとやかく言われるのはちょっとカーッとなるのはわかるけど、でも結局さ、そういうなんでしょうね、なんか個人の余計な感情のない第三者からの意見って意外と的を射てて問題解決に直結してる場合があるからね。もしかしたらりょうくん、このラグさんの一言で何か一歩進めるかもしんないもんな。それはそうなんだろうけど、つまりだ、ベストがないなら早く決めろということだ。どうあっても最終的には取捨択一しかないとしないといけないんだからな。いつまでもはべらせてちゃそいつらにも悪い。神には神の尊厳がある。実際お前の神に対する姿勢には血と目に余るものがある。俺は大丈夫だがな、寮が卒業後に帰省するならそれでいい。だからよその病院に行くことはない。当然先住民の司祭なんかにもそうだ。おじさんってば、本当に思いやり足りないよね。今ここにいるオイラにとっては死活問題なのに。そうなったとしてもお前が元の妖怪に戻るだけだろう。別に大したことでもない。うちの福徳が神力を失っちゃうかもってことも大したことじゃないの。土地神が消えるわけじゃないだろう。ただ信仰されなくなって神力を失うだけだ。それはそこの地元民が誰も土地神を必要としていないからであって仕方のないことだろうが。ちょっとそれは言い過ぎなんじゃないかな。先輩も先輩でさ、必死だし、自分のね、自分の抱えてるものを守ろうと頑張ってるんだから、それを無下にするようなことは言わない方がいいんじゃないかな。ほら泣いちゃったじゃん。なんだろう、なんかかわいそうっていう気持ちもありつつ、心のどこかで、あ、かわいいって思ってしまうな。ほら、そっちも喧嘩しないで。見ての通り事情は複雑なんだよ。だから俺は決められなくて。難しいってのはわかるがな、どれだけ長引かせても自然に解決するなんてことはないぞ。もしかしたら何か解決できるチャンスが来るかもしれないし。ああ、でもりょうくんのなんかその考えは良くないね。何かさ、この奇跡が起こってチャンスにかけようとしてるんだお前は。なるほどね。いや、私てっきりこの3人の要件を全部叶えられて、かつ自分の夢も実現できるような、最大公約数を取れるような、そういうプランをなんだろう、考え出すのかと思ったら、ちょっと運任せなところもあるんだね。りょう、ウータイに急いで、大変なこと起きる。大変なこと？同じこと言っちゃった。大変なこと？みんなが危険、みんなに伝える。はあ、災害から避難させるために神が健在して信徒に予言することもあるんだっけ。ただ食らうには悪いけど、そういうことってどこの病にでもよくあることだから。なんか三人がすごいギスギスし始めてる。だからといってよその病院にまで行ってやる義理はない。りょう、お前は林家の人間だ。多分林じゃないんだろうけどね。急に日本人っぽくなっちゃうけど、ちょっとわかんないから林でいいよ。お前にはお前の家の病がある。なんだっけ、マソニャンニャンの信徒こそ
お前が救うべき者たちだ。お前一人で世界中の困難を全て解決するなんてことは不可能なんだ。部外者を助けてる余裕はない。おじさんの自分勝手。お前らの方が自分勝手だろ。ああもう、あっはっはは、俺にもこのややこしさが大体理解できたわ。こりゃ確かに難問だ。だから言ったんだろ、そっち理解してないからこれはいいことと思っちゃってるんだ。本当は俺の頭痛の種は消えてないから実質全然良くないのに。ただしお前忘れるなよ、今のままじゃその3体をお前のために尽くさせているだけだ。この状況はお前が決定を下さない限り、もしくは誰かがお前に決定を強制させない限り続いてしまう。そんなのは真摯な態度とは言えないぞ。まあそうだよね。結局さ、なんかなんだろう、この子たちの思いをもてあそんじゃってるような感じにはなっちゃうのかな、やっぱり。そうは言っても、それと、ちょっと言いづらいんだが、妖怪たちの噂話にも注意は払っておいた方がいい。とにかくこの件はできるだけ早く片付けた方がいいってことだな。これは何かの伏線になってんのか。え、それどういう意味？いや、なんでもない。まあ単に今は誰と一緒にいたいかだけを考えてればいいんじゃないか。誰を選んだところで傷つく奴はどうしても出るから、そのあたりまでは考えるな。結局問題が振り出しに戻っただけだよね。悪い話じゃないと思うんだがな。神はお前のイメージ次第でいくらでも姿を変えられるし、加護も与えられる。お前を羨ましがる奴も、お前に代わって神を選びたい奴も大勢いる。しかしお前の思考がなかなか特殊だとなれば、もうこれはお前自身が満足できる唯一の方法だろう。なんでそんなことまで知ってんの？りょうくんが生粋の獣だって言葉でバレてんね。お、当たってたか？はあ、それもちょっと噂に聞いたから、本当かどうか、かまかけただけだ。くそ。妖怪たちはそんな情報まで仕入れてるのか。恥ずかしすぎる。一人で深く考え込んで、自分を追い込まず、もうちょっと気楽に考えた方が、決断は下しやすいと思うぞ。簡単に言うけどね。はっはっは、土地神としてのアドバイスはこんなところだ。あとは自分で考えることだな。そう言ったラグが、俺の頭をポンポンと叩いた。あー、なんかちょっと羨ましい。なんだろう、私の頭もちょっと叩いてほしいな。よし、少年。とにかく考えすぎないことだ。いいな。これから数日の間、俺はしばらくここらに滞在してるから、何かあったら俺のところに来てもいいぞ。さて、じゃあな。言い終えたラグの姿が消えていく。え、ちょっと！俺の呼び止めは間に合わず、速やかに彼は消えてしまった。ほんともう、場を引っかき回すだけで引っかき回して、無責任なこと言って勝手に消えて、いくら神でもやりたい放題すぎるだろう。なんだったの、あの土地神。でもさ、なんか、確かにちょっと自分勝手なっていうか、なんだろう、ちょっと自信かな感じがしてね、若干めんどくさそうな気はあるけど、でも、逆にだからこそさ、こう気を使わずに言いたいことをズバッと本心を言ってくれるから、まあ、なんだろうね、今後も多分悩み相談相手としてはすごい頼りになるお兄さんって感じがするよね。こういう形で知らされると思わなかったな。量が聞いてこない限りは知らせないつもりだったんだが。なんで？お前が不快に感じるのを心配してたんだ。
妖怪どもがしてるいい加減な噂なんぞ知らせてもしょうがないだろう。噂なんて自然に消えるまでほっとくしか手はない上に、そもそも知らずにいた方が気楽で済む。でもオイラとしては言ってくれたこと自体は間違ってないと思うけどね。りょうちゃんはこの件ずっと引きずっちゃダメだよ。引きずって考え込んじゃったら悪化しちゃうからさ。その渦中に自分がいることを忘れるな、お前は。その、なんだろう、この剣の中にお前も含まれてるからな。オイラを選んでミャオリに来てくれるって言ったら、今すぐに全部解決するんだけどね。抜け目ないな。先輩はすぐ自分の話に引っ張り込もうとするんですから。だって、オイラだったらりょうちゃんと普通に付き合えるもんね。そのままりょうちゃんに一生付き添ってあげても。ちょっとなんだろう、もう結婚まで視野に入れてるこの子。そんなの知りませんよ。先輩どさくさ紛れに告白なんかしないでください。運氷の手が伸び、先輩の頭の上に落ちる。その動作は極めて軽く、攻撃力は完全にゼロだったが、先輩はベッド舌を吐き出した。かわいい。意外と運氷もそういうことするんだね。俺はそばに置いていた弁当に目をやる。ああ、そういえば、一口勝手に食われてたっけ。これ、まだ食べることできるかな。この、弁当、今どんな感じ？三匹の大猫は互いに顔を見合わせる。全員無言だが、若干後ずさりをしているようにも見える。何よりも、これの取り合いをしていた先ほどまでとは、態度が雲泥の差。はぁ、あ。その気分が俺にまで伝播してきたものの、食事は取る必要がある。だって俺は何か食べないと体が持たない普通の人間なんだもの。まあ、でもまあ、これは自分で食べるように作ってきたわけだし、もうどうでもいいか。多分俺には影響ない。そうだね、多分またチーだけ抜かれて、食われた感じだもんね。多分ちょっと弁当の塩気がなくなったぐらいだと思うよ。俺は座り箸を手に取る。手元の弁当を見る限り、おかずの生姜焼きはきちんと並べられたままで、特におかしな様子はない。しかし、さっきの土地神がこれを一つ積み上げた時も、俺は明確に覚えている。ほんともう、あの土地神何してくれてんの？でも、冷静に思い返してみれば、彼の言っていたことは正しい。三匹の大猫は俺の力を必要としていて、現状のままでは何も進まない。特に先輩は、福徳の力がどんどん弱まっていると言っていたから、これが本当に長引けば先輩本人にも影響があるだろう。俺は最初、この選択をまた後でゆっくり考えようと思っていた。けどこれ、実はもうあんまり時間がないんじゃないのか。でも時間がないからといって、それを理由に焦った決定をしたくはない。だってこれは俺の人生の問題だ。自分の人生は自分で責任を持ちたい。でも手助けを断るのであれば、できるだけ早く断らなければならない。それも、ちゃんと話し合った上での別れをした方が。そうか、そうなるとそろそろ、物語の本筋に触れていくことになるのかな。だがそもそも彼らを言葉で簡単に説得できるのであれば、俺だってこんなに悩みはしない。本当、俺どうしたらいいんだよ。拭えぬ懸念を抱えつつ、俺は手元の箸を拾い上げた。その時。ん？はい、りょうちゃん。あーん。かわいい。ちょっとカップルっぽいことをしようとしてるな。先輩なんです？俺が相当として口を開けた瞬間、先輩は持っていたスナック菓子を俺の口内へと放り込んだ。んぐ！ほとんど窒息状態になった俺は大きく3度咳込む。噛み砕いてもいないスナック菓子を丸飲みするのは容易なことではなかった。危ないな。そんなでかい塊放り込んだの？先輩何するんですか？
危なすぎるでしょ。りょうちゃんはオイラの弁当を食べた。だからオイラはりょうちゃんのお弁当を食べる。はあ。先輩は言うが早いか、俺の手から箸を奪い取り、弁当の生姜焼きを一つ拾い上げる。まぐまぐ。美味しいね。よかった。これでめっちゃガチのダメ出しされるかと思った。ちょっとこの生姜焼き、生姜のアクセントが足りないね、とか。ちょっと火かけすぎてなんか硬くなってるよ、みたいな。結構ガチのダメ出しをするかと思ったら普通に褒めてくれたね。なんだ？説得力ゼロですよ、先輩。あら。て？先輩、フォローしてくれなくても大丈夫です。これがまずいってこと、俺もう知ってますから。まあそう言わないで。オイラはこれ普通に食べられるよ。なんだって、りょうちゃん特製の手作り弁当だもんね。なんかそう考えるとさ、なんだろう、シーフ先輩ってさ、すごいいい人だよね。なんか本気で付き合ったりする分には先輩が一番一緒にいて楽しいんじゃないかって思ってくるわ。しかしですね、これも土地神に食べられてるんですよ。先輩からしてみたら今のこれ、他の神のよだれまみれになってるのと同じって言ってませんでしたか？まあちょっとつまみ食いされただけだし、それにりょうちゃんの作ったお弁当なんだから別にまずくてもいいの。こんな大チャンス、オイラ絶対に逃さないんだから。ありがとうございます、先輩。でも、やっぱり美味しくないでしょ？初めて作った弁当だから、そのあたりは自分でも十分に分かっているつもりだ。あの土地神もまずいと言ってたし、俺自身もほとんど期待していない。味はそんなに重要じゃないの。重要なのは心だよ。それは料理がまずかった時に言うことなんだよな。味は重要じゃないって言ってる時点でもうなんかその弁当の味はもう大したもんじゃないってことだよね。別に先輩のために作った弁当でもないんですけどね。大丈夫。このお弁当は今オイラが食べてるんだから、それはオイラのために作ってくれたってことと同じだよ。その理論、全く理解できませんが。それはオイラが、すごいってことだね。またシーフーのなんかお面みたいな、お面みたいなすごい引きつった笑いが出てきたな。より一層理解不能ですよ。てへ。まったくもう先輩、俺にはあなたが理解できません。ま、そっちは大した問題じゃないね。じゃあオイラがそのお弁当を食べるから、りょうちゃんにはオイラのお菓子をあげる。これはオイラからのスペシャルサービスなんだから大事に食べてよ。誰が欲しがるんですか、それを。先輩のわざとらしい口調に俺は笑いをこらえきれなかった。先輩は俺の手から弁当を取り上げようと隙を狙いつつ大口を開けて構えている。いいね、その絵ね。なんかその一枚絵を出してほしいな。このままじゃどうしようもないと思った俺は、先輩が残したスナック菓子を拾い上げ、大げさに口を開けて構えている先輩の口めがけて、そのお菓子を無言で放り込んだ。昼飯を食べ終えた後、簡単に手荷物を片付けた俺は、そこでようやく目の前に広がる景色を楽しもうという余裕が湧いてきた。先輩は背中のリュックから飲み物の缶を取り出して、こちらに差し出してきた。俺はそれを受け取って、缶の蓋を開けると、木の下にあったお岩に寄りかかり、遠くの山々を望む。漂う雲の端々は山の頂にかかり、糸状になったりする。遠くから見ては、まるで雲や霧のようだ。山の斜面を覆う樹木の中には、灯火の花も入り混じっていて、その雲にも似た不均一さが、また互いの存在を引き立て合っている。
すでに春ではあるのだけれど、山の気候はまだ少し肌寒い。俺は羽織っている薄手のコートを引き締め、気持ちを落ち着かせる。そんな俺の肩へ、十日の花びらがいくつか降ってきた。俺がそれを手で軽く払うと、花びらは地面に広げたシートの上へと舞い落ちる。そうだ、りょうちゃん。この十日、少し持って帰らない？え、持って帰る？でもこれ、どうやって飾るんですか？俺はシートの上に舞い落ちた花びらに視線を移す。確かにこれは先輩が俺のために咲かせてくれた特別な花だから、できることなら記念に持ち帰りたい。そうだよね。なんかこれがいずれ、もし先輩とさ、お別れになる時はさ、なんかこの花びらを見て、先輩を思い出す一つのきっかけになるもんね。けど、地面に落ちた枝や花、ってどう扱えばいいんだ。机の上、こんな風に振りまく、なんてことはできないし。ああ、この花なら、盆か何かの容器に水を張ってその上に広げておけば、すぐにはしおれないだろう。それで3日か4日くらいは、持つんじゃないか。まあでもそんなもんなのか。なんだろう、この3日か4日っていうのがちょっと怖いな。意外と決断の時ってもう本当に近いのかな。あ、そういう方法で。言われた俺は想像を始める。机の上に飾られた真っ白な十日。その花びらは水面を広がってゆったりと浮かんでいる。そんな姿を。それは間違いなく情緒あふれる光景だ。じゃあどうやって持ち帰ります？この花びら相当優しく扱わないとすぐ傷んじゃいますよ。確かにすごく難しいね。お弁当箱の中で綺麗に並べておくとか。それだと食べ物の匂いが染みついちゃうんじゃ。だって今食器用洗剤とか持ってないし。そりゃピクニックに食器用洗剤を持っていく人なんていませんよ。悔やむとするなら何か別の箱を持ってこなかったことを悔やむべきか。まあ手で、まあでも手で持ってくと落としちゃったりすると嫌だもんね。そんな話をしながら先輩はシートの上に散らばった花びらを集め始める。シートの上に落ちた分だけでも集めきったそれらは手のひらの上で拳台ほどの山を形成している。この一握りの花は本当に綺麗だけど、これを全く傷めずに下山するなんてことはどれだけ細心の注意を払ったとしても不可能な話だろう。ん？まさか運氷も何か。まあそうだよね、先輩がさ、こういう花を咲かせるほどの何か特殊能力持ってるってことは運氷も何かありそうだよね。慎重に花びらを抱える先輩を見ながら、俺も何か方法がないかと考えていたその時、運氷が突然その抱えられた十日の前にひざまずいた。これでなんか普通にジップロックとか出してきたらちょっと面白いな。え？何？なんだ？そのままユンバオは両手を伸ばし、花びらの束をゆっくりとすくい上げた。ように見えたが、花びらと彼の手は触れ合っておらず、それは手のひらの上でふわりと浮いていた。彼は花びらを持ち上げてはいるが、花びらに直接触れてはいない。なんかみんなすごい優しい力を持ってるんだね。なんかいいな、先輩のこの顔。なんか運氷もさ、この一見無表情に見えるけどさ、なんかこの、ね、りょうくんのために、で、あと先輩のためにも、なんかすごい優しい顔をしてるなって思うよね。ああ、すごいよ、クラウ！それだったら完璧！なんとも贅沢な新緑の使い方だな。
花を抱えたユンバはふと周りを見回した。すると先輩はウンピョウの目の前で自分が背負っていたユックを開く。さっき私ユンバオって言ったっけ、ウンピョウって言ったっけ、もうなんかわかんなくなってきた。くらうくらう、その花ってこのリュックの中に入れても浮かべたままにできる？できる。オイラたちが山を降りて家に帰るまでの間でも？できる。やった！クラウありがとう！クラウ様様！これで花を家に持って帰れるよ！あーなんかいいなー、もうなんかシーフ、シーフって言っちゃったとうとういいなー、なんかなんだかんだお前ら仲いいんだな。なんかさ、これ結局最終的にさ、誰を選ぶかとかで急にこの3人の中で喧嘩始まって、じゃあ勝ち残ったやつのところに亮が行くんだみたいな、そういう感じになんないよね。急になんかバトルロワイヤルみたいなの始まんないよね。なんかやだな、この3人にはもうずっと仲いいままでいてほしいな。先輩は嬉しそうにウンピョウの周りをぐるぐると走り回っている。花を綺麗なまま家に持ち帰る方法があったのは良かったと思うんだけど、それちょっと大げさすぎやしませんか？でもだってそれだけさ、ねえ、だって先輩にとってはね、それこそりょうくんと出かけた大事な思い出だもんね。多分これ見ていろんなこと思い出せるんだもんね、あの時楽しかったなっていうことを。これでさ、トラジーがなんだろうね、なんか何物の老化とかさ、腐敗を防ぐことのできる力を持ってたらすごい都合良かったけどねそれだと本当に都合良くて良かったんだけどね。りょうちゃん、この花部屋に飾ろうね。まあダメとは言わないが。りょうちゃんはこの花を見るたびにオイラのことを思い出してよ。なんかやめて、そのセリフ、そのセリフはなんかすげえ嫌なフラグにしか聞こえないよ。先輩いなくならないよね？なんでそうなるんですか？だって持ち帰ろうって提案したのはオイラだもんね。そんなこと言っても実際に花を持って帰るのはウンピョウですよ。でもでも10日はオイラにこそ似合うってりょうちゃん思うでしょ？どんどんズームアップしていくな。どんどんなんか先輩の顔が近くなってくるぞ。思いません。もう！オイラは硬直している先輩を無視してリュックの口を開くと、花びらをその中に入れるようユンバオに促した。あ、ユンバオって言っちゃった。リョウは花が好き？ああ、まあ好きな方かな。ただ今回は滅多にない機会だから、ちょっと記念に持ち帰りたくて。なんだ？花びらを中に入れた後、俺はリュックの口を閉じた。これだとどう見ても普通のリュックにしか見えないけど、でもこの中では花びらが浮いてるんだよね。本当に痛まないのかな。少し不安にはなったけど、ユンバオの表情は変わらなかったからきっと大丈夫なんだろう。またユンバオって言っちゃった。よし、お土産もできたし、もう帰りますか。まだそんな時間じゃないよ。どこか他に寄りたい場所あるんですか？ほら、この際だから近くの山を見ながら少し歩かない？きっと他にも景色のいい場所があるはずだよ。きっとそれはあるだろう。しかし登るのにも相当時間がかかったあの道を際限なく進んでしまおうものなら、当てのない山中へと深入りしてしまうことになる。登山協会が登山用の道として開設したこの辺りの山道でも、駅から大きく遠ざかると帰ってくるのが難しくなる恐れがある。やっぱりやめときませんか？それにどこに続いてるかもわからない道を歩いてて、暗くなったところで山中に取り残されたらトラブルになりかねませんよ。今はまだお昼をちょっと過ぎたぐらいでしょ？でも俺駅からあんまり離れたくないんで。そっか。
オイラも迷子になるのは怖いかな。じゃあ、駅の方に戻ろっか。いろんなお店が並んでたあの辺りを散策してみようよ。なんで君ってそんないい子なの？ねえ。なんでそんなに聞き分けのいい子なの？先輩は。もう、なんだろう。なんだったらさ、りょうくんの方が一周回って、いや一周回んなくても、あるな。すっげえわがままな、クソ野郎に思えてくるな。ええ、そうしましょう。俺と先輩は次の目的地はどうしようか、なんてことを軽く話し合った。けど互いにさっき遭遇した土地神のことは話題にあげなかった。まあ、すごく気まずい話でもあるし、これは仕方ないよね。よし、それじゃあ撤収だ。いや、この場合は目標地点を駅に変更って言うべきかな。俺は先輩が放ったボケをスルーしつつ、ピクニックシートを折りたたむ。今ボケだったの？単純になんか、ああ、前向きでいいなと思ったけど、なんだろ、ボケだったの？ごめん、私もわかんなかったわ。それから、ゴミの回収し忘れがないかあたりを確認して、3匹の大猫を呼び戻し、帰りの山道を下っていった。こういうところ偉いね、ちゃんとね。ゴミは置いてかずに。帰り道、幅の狭い道のせいで、俺たち4人は縦一列に並んで山を下っている。そのせいで会話も少々しづらい。加えてみな、何かそれぞれ思うところがあるようで、登ってきた時に比べると、その口数の差は歴然。俺は少し不安を覚えるから、話題を振る余裕がない。ラグから聞いた妖怪たちの噂話。俺が三匹の大猫を故意的に引きずり回して、彼らの誰とも約束をせずに、ハーレムにしようとしている。なんて噂話。周りからこんな誤解を受けているとか、当然いい気はしない。完全に無視するのも難しいところがあるが、結局は無関係の。妖怪に流されている噂話なんだから、それが実際に俺の日常生活に何か影響を与えるとは思えない。それよりも俺が気になるのは、この三匹の大猫の考えだ。彼らは俺がそんな意志を持っていると考えたことはあるのだろうか。俺が皆と一緒にいたいから、あえて約束をしないだ、なんて考えを。そんなことは考えていないはずだ。少なくとも先輩は違う。そもそも先輩は自分と付き合うことを望んでいる。だから恋愛話として広まったこの現状は、先輩が意図して導いた結果なのかもしれない。けど俺は、先輩への返答も引き伸ばしているから、恋ではないにせよ。それは実質的に、俺が長く気を引かせようと仕向けている、と見れなくもない。まあそうだね、結構ラグに言われたことがやっぱり、的を射ているのがあったからな。先輩はどう思ってるんだろうね、実際ね。いつもおちゃらけてるからさ。本当は、やっぱり寂しい気持ちもあるのかなっていうのがね。まあ予想ですけどね。いやーなんか、先輩の本心が聞きたいな。まあ先輩はずっと本心か、あの人は。トラジーと運氷の方はどう思っているんだろうか。トラジーは俺の趣味を知っている。けど俺への態度もはっきりとしてる。トラジーは、俺がトラジーに対してそういう感情を持っていると考えたことはあるのかな。運氷は滅多に喋らない。でも、彼は本当に俺を喜ばせようとしている。でもそれは、自分を助けてもらうための約束をしてほしいからで、俺自身の行為じゃないよね。なんかさ、逆にそう言われるとさ、なんだろうね、恋愛感情的なものをラグから言われちゃうと、お互い意識しちゃうよね、そうじゃなかったとしても。いやーこれ三人のうち誰にすんだろう。誰にすんだろうって多分私が選ぶんだよね。俺が彼に好意を持っていると知ったら、彼はどう考えるのだろうか。彼は男同士の恋愛というものを理解できるのか。ああ、そういえば、ラグが神には性別がないと言っていたっけ。ということは、運氷も本当は性別がなくて、
周りの目には女性の姿で映ってる。それなら特に問題はないような。いや、それはそれでまた微妙な気分に。うんぴょうはとても純粋な性格だと見てて思うし、俺が故意的に返答を引き伸ばしているなんて邪推はしそうにない。でも俺が返答しないという事実を彼はどう受け止めているんだろう。そしてもし彼に連れられてウータイに行ったら、彼は自分と俺の関係をどういうものだと認識するんだ。もしチャンスがあったなら、そのあたりをどう思っているのか聞いてみたいところだけど。俺は頭を上げてまた列を見やる。みんな黙って山道を下っている。これだけ細い道だったら、少しぐらい列から離れても気づかれないんじゃないかと俺はひらめいた。つまり今こそが尋ねる絶好のチャンスじゃないのか。全然状況がよくわかんないんだけど、少しぐらい列から離れても気づかれないんじゃないか。ん？どういう順で歩ってんの？亮が一番後ろってこと？亮、雲氷の順番みたいな、そういう感じってことかな？いまいちちょっとなんか並び順がよくわかんないけど。でも、こんな聞きづらい問題尋ねて大丈夫なのか？もしこれが俺の一方的な思い違いだったら、恥ずかしいことになりかねないが。恋愛もどきって何？